ねえナルミちょっといいどうした私の目見てえどう思うどうって急に言われても別に何も思わないってよかったーなにな今これカラコン入れてるのバレないカラコンバレないカラコンほら、うちの学校って校則厳しいじゃんだから先生にバレないようにと思ってこれにしてみたのやっぱ気づかない意味なくない 目の色を変えたいからカラコンするんじゃないのカラーバリエーションがめっちゃ豊富でお店の人が自分の瞳の色と全く同じ色を選んでくれるのよ可愛くないだから変わってないから色のついたコンタクトなら何でもいいのカラコンって色を変えるだけが目的じゃないんだよそうなの瞳の大きさを一回り大きくすると黒目が強調されて漏れるってことああ、色は同じでもサイズが大きくなるってことか <laughs> でもこのバレないカラコンはそれすらもバレないようにサイズもきっちり元の大きさと同じにしてくれるのじゃあ意味ないじゃん色も大きさも同じならいよいよカラコンの意味ないよねえなんでそこまでしてカラコンつけたいのだって赤抜けしてる女子はほとんどカラコンつけてるんだよそれなのに高速のせいでつけられないなんて まあそれは確かにかわいそうかもだけどだからせめてカラコンをつけているという事実だけでも欲しいじゃん私の中の意識だけでも垢抜けしたいじゃん共感できないなそのために今つけてるこれじゃなくて他にもいくつか仕入れてるんだよ他にもバリエーションがあるわけそうほら見て色同じの3種類色違いみたいに言うなよ 色同じの3種類はもはや1種類だからその日のファッションとか気分によって使い分けたりするのが私のこだわりなの。子チャンネル登録よろししくお願いします高評価もね。